さんでございます。200円ね、あるね。一回100円出てたから。改めまして、デスイラモンと申します。今日はミントクラブ、デスイラモン、アウンサンスイッチ、フラフックスの4組で、いい夜にしたいと思ってるんですけど、誰一人本名がわからんので、もしなんか救急車とかでね、なんかふと思ったんですけど、まあちょっと飲みすぎてパタッと倒れた時に電話して、救急に電話して、アウンサンスージーが倒れたんですとか俺読みまんな、なんかちゃんと本名とか知っとった方がいいんちゃうかなね、田口さん、田口さんだけわからん。山本孝樹です。ほかみんなも名前分からんのにね。いや、二宮君は分かるわ。一回電話かかってきたわ。今から電話していいですかって、フラボックスから。電話出たら二宮ですって言ったら、誰や誰なんや、あ、フラボックスやんか。急に二宮とか言うのやん。秋っぽい曲。
ひどく至ったまれない気になった。世界が僕一人のようだ。しすぎて見えないように、羨ましすぎて聞こえないように、
ということでした。ありがとうございます。今日はなんかパレードをしてるみたいですね。野球のね、なんか優勝したり。みんな野球興味いいとか、野球って知ってるのかな。すっかりプロ野球、まあ、まあ嫌いではないんですけどね。プロ野球はあんまり見ることもなく、ただあの少年野球がね、夏場見知らぬ学校の外から酒を飲みながら見るっていう高尚な趣味が持ってるんで、早くまた夏が来て、そういう全然知らないおっさんらと一緒に酒を飲みながら、ね、やりろやりろ言いながら野球をまた見たいなと思います。だから少年野球でそのチェンジするときとか、チェンジわかります？チェンジってなんかあのあれですよ、チェンジの意味がちょっと違うんですけど、あのチェンジするときに全力で走ったりするんですよね、少年野球。なんかそういう全力でいける様とか本当に見てて気持ちいいですしね。あの試合始まる前にボール回しとかしてくれる、その時に全然ボール回せてへんくて、これどえらいことなんぞと思って見てたら、1回の表に17点ぐらい入ってました。あ、これはやばいね。知らんおっさんに酒買いに行きましょうっつって、絶対足りなくなるからって買いに行ったらですね、1回の表に17点とかすげえなと思いながら、そんな思い出の曲をプレイボールとハイボールと、
プレイボールとハイボール。プレイボールとハイボール。
ました。ありがとうございます。お酒の歌を一曲歌ってもらう。みんななんかお酒好きやとは思うんですが、僕はあんまそうでもないです。実はね、あんまりそんなお酒とか好きではないんですが、みんなが飲もうやって言うからお付き合いしてます。ね、タベさん、ね、ね、タベさん。曲を歌いましたけど、12月の上旬にニューカルドニアという店をオープンしようと。知っとる、知っとるよ。あのね、庄内というところで、スナックの居抜きで、あのやろうと思っている、初めて言いますが、なんか、もしお近くの人とか、なんかあれば、来ていただければ、あのすぐ出禁にします。ちょっとカチンと来たりしたらすぐ出禁にありがとうございました。じゃあ、この後はアウンサンスグジ、本名は後でちゃんと教えておいてな。レースさんも教えてくださいお互いね、なんかややこしいことありがとうございました。ヤノマンという曲で終わります。酒を飲もうぜ。
それは
日があるのも、あの日あの時ああすればよかったなんて、もうどうでもいいことさ、どうせ怖い将来、あの日あの時ああすればよかったなんて、もうどうでもいいことさ、どうせ怖い将来、どうせ怖い将来。